はい、どうも、コリオンです。今回の雑学は、タンスの中にいる衣類を食べる害虫はどこから湧いてくるのか。はい。衣替えの季節になったら、害虫が衣類を食べてしまうため、防虫剤を欠かせません。この害虫別に、タンスの中から自然に湧いてくるわけではないんです。幼虫の時のみ衣類を食べる。で、気温が15度以上になった時に活発に活動します。じゃあどこから幼虫が湧くかというと、羽が生えた成虫が窓から家の中に入ったり、服についた成虫をそのままタンスに入れたりすることで幼虫が湧いてしまう。で、幼虫が衣類を好んで食べるのは絹や羊毛です。つまり成虫が幼虫のために卵をタンスの中に産み落とす。で、その対策として着用した服を頻繁に洗濯したり、クリーニングしたりする。あとは密閉ケースに入れて保管しておく。そうすれば被害を防ぎます。